私は悔しい。悔しい、悔しい、悔しい。阪神タイガース優勝、おめでとうございます。私、ジャイアンツファンです。悔しい。目の前で胴上げは、悔しい。いや、最後の坂本のホームランでね、4-3 になってで、秋広ももうちょいで入りされたけど、ツーベースで、で、まあ、4-3で、阪神優勝目の前で胴上げは、悔しいね。いや、阪神強かった。今年、圧倒的。岡田監督ってすごいんやなっていうね、岡田監督が就任してから、ね、優勝本日ですよね。334日でなんでや、阪神関係あるやろっていうことで、いや、まあ、悔しかった。来年、頑張ってください。まあ、来年ってまだ CS あるんで、巨人はね、まだ可能性ありますから、ね、CS で、まあ、戦って、まだ日本一ありますけど、やっぱ、CS で勝ち上がっての、その下克上の日本一もやっぱ嬉しいんですけど、そのリーグ優勝からの日本一のこの気持ち良さってあるじゃないですか、ストレート優勝みたいなね、ここあるんで、いや来年巨人頑張ってほしいし、まあ、阪神はね、おそらく、まあ分からんけど、まあ、おそらくオリックス来ると思うんで、私パリーグはね、オリックス来ると思うんで、その関西ダービー言うて阪神日本一になってほしいなっていう、ところありますよねっていうことで、まあ非常に悔しい気持ちを抱えてるんですけども、そんな私がですね、今回お話しするのは、バンドリッツマイゴ、最終回まで視聴した感想をですね、今見たんですよ。今見てもすぐ動画撮ってるんで、本当に率直な感想をね、お話ししていきたいなって思うんですけど、まず最終回を見たね、率直な感想言っていいですか？いや、これ大体の方思ったんちゃうかなってことで。で、私、アベマで見たんですよ。アベマってだから30分先行なんですよね。だから地上波が放送されてからどんな情報が出てるかわかりませんけれども、最終回見た感想ね。なんこれっていう。これがバウンドリー It's My Go の最終回でいいんですかっていう。正直、思いましたね。っていうかさ、まあ、12話見た時点でさ、いや、これ絶対次で終われんや、みたいな。13話最終回で終わることできませんや、みたいな思うじゃないですか。サキチャンズができちゃから、できたからね。絶対無理や、みたいな。あ、と言っちゃえ、こんな、収められるわけないやんって思ってて、まあ、おそらく2期かなんかあるんだろうな、とか思ってたわけですよ。で、13話迎えます、最終回をね、迎えたわけでございまして、で、迷子としてはね、まあいいなと思ったというか、やっぱともりちゃんの、その、一瞬一瞬のね、積み重ねが、いや、人生になってくんやって、いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。いろんな、ね、苦しいこととか、あると思いますし、ね、葛藤とかもあって、でもそういう一瞬一瞬の積み重ねが人生になってくんやっていう。まあ、そよちゃんも、いや、クラシックは忘れられないって言ってたけど、でも、クラシックだったその一瞬一瞬の時間があるからこそ今の迷子があってで人生があってっていう、だからここはすごく良かったので、ここで終わればええやんっていう。迷子で一瞬一瞬が人生で、じゃあステージ立とう言うてそこで迷子終わればええのに、なんか後半さ、サキちゃんとの話になるじゃないですか、アベムジカのね話になっててさ、で私ほんまどうしたどうしたと思って、あれと見てる作品間違えたかなって思ったんですけど、劇始まったじゃないですか。あ、なんか、人形がー、みたいな。なんか、あなたはもう捨てられた人形なのよ、気づいてないのね、みたいな。なんか、劇が始まって、あれトイストーリー5かなみたいな。トイストーリー 5? あれあの、シャドウハウス3期見てますみたいな。なんか、そんなんがね、始まって、で、アベムジカこう、ギャー歌い出すみたいな。で、観客、初お披露目、お面かぶって誰かもわからんのに、初お披露目ライブで観客めっちゃ打って、キャーみたいな、みたいな、なんこれってなって、で、最後、さきちゃんがね、もう帰りますわ、言うて。で、帰って、で、家帰ったらなんかビールの缶、カランカランカランみたいな、ただいまクソ親父、カラーン。なにこれと思って、びっくりしましたね。で、まあその、クラシックが解散したのは、おそらくさきちゃんの家庭の事情みたいな、ところがね、あったんだろうなという、ところ。そして、おそらく2期、まあ、あるじゃないですか。この動画が投稿されている頃には、まあ、2期発表されているかもわかりませんけれども、もう、アベムジカの迷子、わかりませんけれどもね、やるんだろうなっていうところなんですけど、やっぱこれ考え方次第なんですよね。すごく考え方次第だなと思ってて、これやっぱり嬉しいって思う人もいらっしゃると思うんですよ。あの13話を見て、うわっ
まだまだ迷子は続くやん。まあ次が迷子になるのか、アベムジカーになるのかは、わかりませんけれども。まあでもアベムジカもまああんな迷子みたいなもんなんで、迷子2期になるのかなって思うんですけれども。でも、嬉しいと。続くから。嬉しいってなる人もいると思うんですけど、私ね、私は正直、良くないと思うんですよ。この最終回は絶対に良くないと思っていれば好き好みかもしれませんけど、最近の流行りじゃないですか。分割2クールなのにもかかわらず、なんか2期みたいな、続編扱いするみたいなブームがね、ありますけれども、まあ多分、まあ、マイボーもそうなんだと思うんですけど、私ね、1期は、1期として終わらせてほしいんですよ。続編があるのは全然いいですし、あ、サキちゃんズ気になるな、みたいな、続編あったら嬉しいなと、それ匂わせをしておいて、でも、ちゃんと前ゴール締めてっていう、それやったら全然いいのに、もう、2期前提の最終回じゃないですか。どうなんっていう。いや、前ゴールは前ゴールで締めた方が良かったんじゃない？やっぱ、先ほど言いましたけども、その、ともりちゃんのさ、一瞬一瞬が人生だ、迷子いいよねって、これからも迷子だけれども、ね、みんなで一緒にバンド頑張ってこうね、みたいな、そこで一旦終わってからの、ちょっとさきちゃんに酔わせでいいのに、もう完全にもう、2期あります !2 期があるんですみたいな、最終回じゃん。なんかもう、迷子第13話というよりかは、2期0話みたいな。なんか、そんな感じやったじゃないですか。まあどうなんかなって、正直私は思ったかなっていうところでございましたっていうところでね、まあ最初からそんな感想なんですけども、まあ1つ前後、全体を通してね、まあ13話はあれなんですけども、12話ぐらいまでね、通してみるとやっぱ10話ですよね。10話が非常に盛り上がったと言いますかですね、いや1つ前後おもろいやーみたいな感じになったかと思いますし、まあそれまで私、1つ前後のね、感想動画なんて一歩も出したことなかったですけども、第10話だけは、単体で投稿させていただくというぐらいですね、興奮しました。まあそんなに上手いとかね、脚本の上手さとかそういったところがあったかっていうと全然そうじゃないし、割と勢いで突っ走っていくというか、まあともりちゃんがね、一人でライブやり始めて、ライブというか朗読劇みたいなことをね、こうやりまして、ちょっとずつ、迷子のメンバーが喧嘩していた、メンバーがステージに集まってきて、で、みんなで大号泣しながら、ライブをすると。で、ともりちゃんもお客さんに向かって歌うんじゃなくて、メンバーに向かって歌うって、お客さんにも背中を向けて、バンドメンバーに向かってっていう、あそこの、まあ、一致団結っていうところは、本当に勢い任せ感はあるんですけれども、いや、面白かったなと。非常に泣かせていただいたなっていうところで、やっぱ10話が面白くて、10話、11話、12話、非常に良かった。いつ迷子、迷子の団結としては、すごく良かったなって思うんですよね。で、やっぱその10話以降は、いつ迷子、見た方がいいですよと、面白いですよって言い始めた方たくさんいらっしゃったかと思うんですけど、じゃあ私はですね、まあ、いつ迷子、序盤で切りましたとか、まあ、そもそも最初から見てませんみたいな、やっぱバンドで今まで触れたことないですしっていう方いらっしゃったと思うんですけど、そういった方がね、見るべきかっていうと、私は、そこまでまあ時間を取って見なくてもいいんじゃないかなって正直思ってる。私は。だって10話以降は面白かった。10話以降は面白かった。まあ最終回置いといて、10話以降は面白かったんですけど、やっぱ1話から9話までがですね、なかなか動かないというか、もうずっと喧嘩してるんですね。はい。みんながずーっと喧嘩してて、おのおのがこう好き勝手なことして、まあ自分の貫くものがあってみたいなね、目立ちたいだとか、昔のバンドが恋しいだとかね、とあるメンバーが好きでとか、まあ、いろんなこう、感情がね、渦巻くところずーっとやってるんですよ。ずーっとやって、誰も成長しない。誰も成長しなくて、ずーっと同じようなこう喧嘩をやってきて、まあ、10話で爆発するみたいな感じなんですけども、その10話の爆発と1話から9話までの、その、もぞもぞ感っていうんですかね。そこを天秤にかけたときに、ちょっとその、1話から9話までのもぞもぞ感が勝ってしまうからっていうところがあるので、まあ、すごく、なんですか、時間をね、作って、絶対落ち着いてくださいっていうところじゃ、ではないかなって思ってたりはします。ただ、13話見た段階でも確実に続編あるんで、その2期が面白い可能性が爆発的に、やっぱ10話から、12話で面白かったですから、じゃあその、アベムジカ編もめちゃくちゃおもろいと、2期がずっとおもろいってなったらやっぱ、見てくださいってなるかもしれませんけども、現状、13話まで、いつ迷子最終回まで見た感じだと、そこまでなんか見てくださいとは
言える作品でもないのかなっていうところを感じているという、ところで、まあ、私にとってはね、バンドリー、初バンドリーだったんですよね。だから今までのバンドリーのアニメ見てないんですけども、まあ、いつまいごくも全然入れるというところで、まあ、そこはあれなんですけれども、浮いてくださいとは、心の底からですね、こう言えるかっていうと、絶妙かなというところでございました。という感じで、バンドリー、It's My Go の感想を終わりたいなと思います。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、押すとかとかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ちなみにね、あのバンドリー、It's My Go 最終回まで視聴して、私が一番好きなキャラクターは、うみりちゃんなんですよね。八幡うみりちゃん。いや、めっちゃ好きなんで、いや、あの、アベムチコ編、楽しみだな、と思ってる人でございます。以上です。